ちゃ可愛いギフトありがとうございます。めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。はい、今日は、はい、ここ数日ずっと悩んでた PR 舞台について私が決めたことをお話ししたいと思います。あ、ちょっと待ってって、え、どうしよう。はい、本当にね、もう皆さんいろんなやっぱり意見とか思いとかがあるのは分かりますが、私はやっぱり今回の PR 舞台について頑張りたいなって思います。はい、やっぱり結果がどうなるかとか分からないし、本当に無謀なことっていうのも分かってるんですけど、そういうのも含めていろんなことを受け止めて前に進んでいきたいなって思いました。はい、やっぱり応援してくださる皆さんには負担とか心配とかもかけてしまうんですけど、これを機会に私自身も強くなっていけるように成長したいし、本気で頑張るので応援してもらえると嬉しいです。はい、でも皆さんと一緒に楽しく頑張っていく期間にしたいと思ってるので、よろしくお願いします。はい、うん、大丈夫、全然やまないやまないので安心してください。大丈夫、楽しく、うん、えいえいおーって感じで頑張ります。頑張ります。できることを一生懸命やろうと思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと本当にもう昨日始まって300周ぐらいしてきたんですけど、できたんですけど、うん、ちょっと頑張ります。頑張ります、頑張ります。そう、この期間瀬戸内を PR できることとか、皆さんと一緒に楽しみながらできることとか、ちょっと今いろいろ考えてるのでちょっと楽しみにしててください。Thank you.
しい時。これ悲しい竹ポーズです。嬉しい竹、嬉しい竹は一緒一緒や一緒になる変わらんかった。